県内ではこのところ不法投棄をめぐる問題が相次いでいますが、家庭ごみを勝手に捨てる行為も後を絶ちません。そこで伊東市では今日、不法投棄を少しでも減らそうと市内に監視カメラを設置しました。今日、伊東市が監視カメラを設置したのは、不法投棄されたゴミが今もなお多く残る場所です。あちらはテレビでしょうか。こっちには灯油缶です。落ちてますね。やっぱこう谷底が多いですね。あの、落としやすいっていうんですか。あとここに車も止めれちゃうでしょうし、ちょうどスペースありますもんね。伊東市では4年前から不法投棄の防止対策を強化しています。市では柵などを設置し一定の効果はありましたが、全くなくなるまでには至っていません。市が把握しているだけでも市内10カ所で大量の不法投棄があり、その処理に多額の税金が使われています。伊東市、海と川が近いところに立地しておりますので、まあ、環境のことも考えますと、やはりですね、あの有害物質の流れ込みですとか、そういった心配もありますので、まあ、あの適切に処分していただけたらと思っております。伊東市では今後もパトロールを続けるとともに、もし見つけたときには連絡してほしいとしています。